プロ野球選手は人と違う個性がないと面白くない。打ち方や仕草、何でもいい。その上で結果を出せば、それがその選手の代名詞になる。イチロー。焦るな、生きるな。誰一人同じ人間なんていない。あなたが生きているだけで個性。今井翼。頑張っても頑張っても直せないもの、それが個性。三浦康子。自分の長所にうぬぼれてはならない。自分の短所に劣等感を持つ必要もない。長所も短所も天与の個性、持ち味の一面なのである。松下幸之助。年代によって美しさは異なります。個性や体格によっても美しさの基準は異なるもの。すべての人が同じ美しさを求める必要はないということ。オードリー・ヘップバーン。人間はみんな少しずつ違うのが当たり前で、それを個性と言います。金八先生。自分の興味の対象とか、自分だけが知っていること、自分が得意な分野、それをどれだけ主張できるかが、その人間の個性を作っていく。秋元康。対局相手は自分の個性を引き出してくれる存在。羽生善治。どんなに無個性にしようとしても個性は出てきます。宇野由紀。個性って当たり前じゃん。それが普通だと思うんだ。個性イコール普通だよ。河本大翔。性格のポジティブとネガティブは裏表。ストレスを感じたことからは逃げてもいい。自分の個性が生きる場所に移動すれば、誰でもポジティブに生きられる。武田壮。俺が言い続けているのは、自分の道を見つけること、自分の音を表現すること、自分に正直であること、そして
個性を失わないこと。ジェン・ライド。自分の悪いところは全部個性になるし、人生で犯してきた間違いが魅力になる。アンジェリーナ・ジョリー。今こそ個性の重要性を主張すべき時である。ジョン・ミル。みんなと同じだったら一番楽だろう。不安もなくなる。でもその代わり個性もないってことになる。あいつは変わっていると言われるのは光栄なこと。志村けん。僕には変な癖があるけど捨てなかった。それが僕の個性だから。ボブ・ディラン。日本は個性を重んずることを忘れてしまった。岡清。個性において長所と短所は表裏一体なのであって、良いところばかり悪いところばかりというのはありえない。茂木健一郎。個性のある人と話すのは楽しい。しかしそれにはこちらも一つの個性を持たなければ会話が成立しない。人生を豊かにするためにはそういった努力がいる。星新一。女子力なんてあやふやなものにとらわれるよりも、自分の個性を磨いて芯のある女性になった方が輝くはず。カズレーザー。強い個性や欠点が武器となって輝き始める。テリー伊藤。最終的に一番評価が高いのは個性。つまり言いたいことを持っている人。中村ひろ子。自分の不完全さを受け入れるとそれはコンプレックスではなく個性となる。須藤元気。欠陥の多い人間は特徴も多い人間だ。本田宗一郎。人間の価値って個性でしょ。石原慎太郎。
あなたはあなたであればいい。マザー・テレサ。俺はいつでも個性は変人、常識は凡人でいたいと思っている。志村けん。個性というものは他の個性との対比において見出せるもの。田坂宏。すべての人には個性の美しさがある。エマーソン。個性を認めるとは他人と自分は違うと分かること。あなたが許せないと思っている誰かの考えもまた一つの個性。為末大。欠点。これが欠点だって。違うよ。これはみんな個性だよ。ライナス。経験そのものが個性になっていく。無理やり生み出そうとするものが個性じゃない。佐藤拓。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。